どうも、大之助です。今回は僕の好きな小説、伊坂幸太郎さんのサブマリンについて、あらすじと見どころを紹介していきたいなというふうに思います。いやー、なんかね、これ前編というか前の話があるみたいで、チルドレンっていう、このサブマリンって話は家庭裁判所の職員の人たちが主人公なんですけど、その主人公の陣内さんっていう、なんかはちゃめちゃなこち亀の両津勘吉みたいな人がいるんですよね。まあ公務員というか、まあとか家庭裁判所 ので働いている人って、まあ、かっちりしてるイメージじゃないですか。こち亀の亮さんだって警察なのにはちゃめちゃなことしますよねみたいな感じで、なんかね、まあ、芯は通ってるけど、やってること自体はそれその仕事の人として正しいのみたいなこととかけど、人には好かれているみたいな陣内さんと、その陣内さんに振り回される武藤さんっていう、まあ、2人とも、30後半ぐらいなのかなみたいな人たちの、お話なんですけど、いろんな少年犯罪を犯した少年とか青年とかと関わっていくっていうお話なんですけど、なんかチルドレンっていう話はこの陣内さんが大学生時代の頃、12年ぐらい前のお話らしいんですよね。僕それ見てないんですけど、それ見てなくても全然楽しめるお話だったんで、とか世の中のその正義は何か、悪とは何かっていうのを考えさせられるすごいいい話だったので紹介していきたいなというふうに思います。で、少年犯罪の裁判官を陣内さんとその部下である武藤さんがやってるわけなんですけど、なんつったらいいのかな、例えば交通事故を無免許で起こして人をはねてしまった少年に対して、なんでそんなことをしてしまったのかとか、その家庭内の事情を鑑みるだったりとかね、やっぱりいじめっ子、人をいじめるような人間、子供って家庭いじめられっ子よりもいじめっ子の方がその自分の家庭環境が悪かったとか、親が DV を振るうようなタイプだった、だから人格が歪んでしまったっていうケースとかあるわけなんですよね。だから犯罪を行う少年とかって、その幼少期から愛情を注いでもらえなかったとか、何かしらそういう、情状酌量の余地があるようなケースとかもあるわけなんですよね。だからといって人を傷つけていい理由にはならないわけなんですけど、ただ家庭裁判所はそういうどういう背景があったのかっていうのを少年たちにヒアリングというか、なんかとか心のケアをするような仕事だってしてるわけなんですよね。で、主人公の陣内さんはなんかひょうひょうとしてて、つかみどころないおっさんなわけなんですよね。そのなんか口から出まかせてるっていうか、また適当なこと言ってらみたいなこととかが多いわけなんですけど、その主人公の武藤さん、もう一人の主人公の武藤さんは陣内さんと同じ、チームとして配属されているわけなんですよね。で、もう一人アンナさんという女性と3人1組で家庭裁判所で仕事を回してるらしいんですけど、なんかチルドレンの方だと先輩後輩だったけど、この、サブマリンになったら、なんか上司部下の関係になってるらしいんですよね。そんな話はともかく、武藤君が担当している、少年っていう少年の一人が小山田俊っていう少年なんですよね。で、その前にこの武藤さんはなんかチルドレンの方だとなんか全くパーソナリティとかプライベートの話出てこなかったらしいんですけど、30半ばとかになって、結婚してて、で娘さんと子供さんがいるらしいんです。娘さんと息子さんがいるらしいんですけど、その話はともかく、小山田俊っていう少年、今絶賛裁判中というか、捕まっている少年の話を聞きに行くわけなんですけど、すごい知的でなんかね、おとなしそうな少年なんですよね。彼がどんな犯罪を行ったのかっていうと、恐喝をしたわけなんですよね。こんな知的そうな、おとなしそうな少年がって話なんですけど、そのお前を殺してやるみたいな文章を特定個人に送ったわけなんですよね。で、その彼はそのインターネットでアンチコメントとかを書いたりとか、お前のこと殺してやるぞっていうふうに恐喝する人とかいるじゃないですか。で、そういう人とか学校とかに爆弾を仕掛けてやったぞみたいなふうな愉快犯とかいるじゃないですか。そういう人たちに対して、そういう人たちの個人情報を割り出して、そういう人たちのお家に同じような文章を送ったわけなんですよね。銃口を突きつけられるということは、自分が撃たれる覚悟がある、ということだよなっていうことで、そういう人たちにどういう気持ちになるのか味わわせたかったっていうふうに小山田君は言うわけなんですけど、いやー、なんだろうな、詐欺師を詐欺る黒詐欺みたいな感じなのかな。とはいえ、犯罪を犯してるからちゃんと罪は抗いなさいっていうふうに、ただその小山田君に正直その武藤さんは手玉に取られるわけなんですよ。なんかこの子賢くて、なんか言ってること筋が通ってるかもしれないけど、けど人としてやってること間違いだからなっていう風になるわけなんですよね。で、やっぱりね、賢いわけなんですよね。普通の学校に普通に努力せずに
名だたる偏差値の高い進学校に入学できるぐらい、まあ地頭いいわけなんですけど、じゃあなんでこんなことに使う力を使ってんのっていうふうに思うぐらいもったいない力の使い方してんなっていうふうになるわけなんですよね。でもう一人武藤さんと陣内さんが担当している少年っていうのが田中優馬っていう田中少年なんですよね。その少年は、まあ、あの10代後半なわけなんですけど、幼少期に両親を亡くした後、その、まあ、あの犯罪叔父の元で育てられてるわけなんですけど、19歳の時に犯罪を犯してるわけなんですよね。その犯罪行為っていうのが無免許で車を運転しておっさんを跳ねてるわけなんですよね。わもうそれダメじゃんって。いやいくらそのなんか自分の両親がいなかったとしても、その田中少年のおじさんは大学の先生なんですけど、すごいいい人なんですよね。でなんでユーマがあんなことをっていうふうに後に語ってるわけなんですけど、私 あの監督行き届きですって、目が届いていませんでしたって。でただおじさんは一生懸命育てていたし、そもそも自分の子供じゃないのに育ててくれるのもすごい、育てるのもすごいし、仕事で忙しいのにその、まあ、自分の甥っ子の面倒を見てるっていうのは素晴らしいことだと思いますよ。だからおじさんがそんな自分を責める必要ないですけど、まあ、田中少年はそういう事故というか事件を起こしちゃったわけなんですよね。で陣内さんと武藤くんはいろいろその背景情報とか調べるわけなんですけど、田中少年は何を聞いてもその全ての質問にはいとしか答えないわけなんですよね。今日はいい天気だね、はい、ところで君はどうしてああいう事件を起こしたのかな、はい、君は今後あの出所したら何をしたい、はい、みたいな感じで何も答える気がないわけなんですよね。まあ、いったなーっていうふうに思っていて、で他にも小山田くんだったりとかいろんなその事件を担当しているから、なんかこの田中少年だけにかかりきりになるわけにもいかないし、この少年が心を開くためにはどうしたらいいんだろうっていうふうに思っていたら、陣内さんがおい、まあとりあえずその事故が起きた現場に行ってみたら何かわかるんじゃないか、おい武藤お前行ってこいよっていうふうに言うわけなんですよね。え陣内さん行かないですかって、俺行かねえよ、俺は忙しいんだよって、いや僕も忙しいんですけどってなるわけなんですよね。で事故現場に行くと、なんかチワワを連れていた散歩しているおじいさんに出会うわけなんですよね。で、あ、すいませんおじいさん、この先日ここで起きた事件のことなんですけど、ちょっとお話聞いてもいいですかって。あー、わしもちょっと気になっとったところだったんじゃって。その現場の第一発見者というか、その現場にいた人らしいんですよね。車が突っ込んできたところの目の前にいて、たまたま事故に、なんだろう、巻き込まれなかったタイプのおじいさんだったわけなんですよね。でそこでおじいさんの話を聞いてたら、ああなんか変なおっさんとこの前話したぞって、え陣内さんここに来てたのって、なんだよって、じゃあその時俺誘えやっていうふうに武藤さんは思ったわけなんですけど、ああなんか目の前で車が突っ込んできて驚いたわっていうふうにじいさん言ってたわけなんですよね。で陣内さんって普段仕事に不真面目なはずなのに、なんかすごい田中少年のこと気にかけてるわけなんですよね。いろんなその田中少年の事故現場の資料とか見てたら、あれこれってっていうふうに目が止まって、それから武藤さんの知らないところで陰でこそこそとというか、まあ、堂々とって言ったらいいのか、なんかね、今回の件にやる気を出して田中少年を更生させるというか、この事件の情報を洗い出すのに必死なわけなんですよね。でなんか昔担当していた少年が関係しているみたいなんですよね。ただそれについて陣内さん何も言ってくれないんですよ。なんかね、陣内さんはちょっとねミステリアスなところがあるみたいで、例えばその木更津アンナさんという他の仕事の仲間の人とかも、この前陣内さんをカフェで見かけて、なんか初老のおじいさんと話し込んでて、でそのおじいさんはすごい泣いていたりとか、その困っていたんだよねって、で陣内さんのことだから自分の賃貸の大家さんと何か交渉してて、で安くしろみたいな風に言ってて泣かせてたのかなとか、自分のお父さんとお話してたのかなみたいな風な、まあなんかあの人ちょっとサバサバしてるけどわからないこと多いよねっていうような話をするわけなんですよね。でさっきの田中くんのおじさんの話とかも聞くわけなんですけど、あ田中さんのおじさんから直接話を聞いて、このおじさん悪くないのになってなるわけなんですよね。で田中少年の話をいろいろ聞いていくと、彼は実は10年前事故の被害に遭ってるわけなんですよね。その両親が死んだ以外に、9歳ぐらいの頃に田中少年と
3人の友達で合計3人で道を歩いていたら学校に行く朝っすよ。そこに車が突っ込んできて、3人のうちの1人、友達が目の前で引き殺されているわけなんですよね。で、まあ、当然車に対して恨みがあるはずなんですよ。だからその自分の友達を殺したやつのことに恨みを持っているはずわけなんですよね。じゃあなんで田岡少年はその自分の大事な人が奪われたそんな悲しい方法で誰かの命を奪ってんだって、というか普通に車が人を殺すっていうのをまじまじと目の前で見ているんだから車に対して恐怖心があるんじゃないのかって話なんですけど、皆さんはそういう状況で車に乗れます？例えば目の前で自分の家族とか友達とかが殺人犯にナイフで刺されました、じゃああなた包丁握れますかって言われたら、俺包丁握るの怖いなっていうふうに思うし、目の前で自分の大事な人が交通事故で死にましただったら、ちょっと俺車乗れるかって言われたら車乗れないかもしれないなっていうふうに思うんですけど、田岡少年はなぜ車に乗ってたのって、ひょっとして車っていうのはそれだけ恐ろしい武器なんだよっていうのをなんか彼なりに社会に示したかった、みんな車乗るなっていうメッセージがあったのか。けどそれにしてはなんか何に対してもはいとしか答えないし、心を開いてくれないし、どうなってんだっていうふうに武藤さんは思うわけなんですよね。でその一方でもう一人、そのネットで恐喝をしたというか脅迫文を送った小山田少年に対しても話を聞くわけなんですけど、まあ、その保護観察処分というか、まあ、執行猶予みたいなもんですよね。悪いことしてないかっていう、もう一回悪いことしないか、定期的に家に行って観察しに行ってその人の様子を見るみたいなね、それでもう一回悪いことしたら完全に捕まえるぞみたいな、そういうようなシステムがあるらしいんですけど、で小山田少年に、まあ、定期的に訪ねに行くわけなんですけど、だったら僕ネットで今後ガチで犯罪を起こすやつとそうじゃないやつ見分けられるようになったんですよねって、いろんなメッセージとか見ててって、でそれでなんか本当に犯罪を起こすようなやつに対して脅迫文とかを送ってた、すいません、ちょっとしゃくれ出ちゃいました、送ってたみたいなんですけど、そのそれでちょっと最近ね、あこの人近々犯罪するわっていう人を見つけたんだよねって。で僕は保護観察処分だから今家から出られないんだよねとか、そのなんだろう、まあ、その送ってきた人間、そのメッセージをネット上に2ちゃんかどっかに残してる人の個人情報とか特定してできたかもしれないけど、できたっていうふうに言ってしまうと、その家庭裁判所の職員である武藤さんはそれを放置できないわけなんですよね。捕まえなきゃいけないわけなんですよね。だから警察に通報しなきゃいけないわけなんですよね。だから僕は見つけたとは言えないけど、なんかその材料がある、そして僕は家から出られないっていうふうになったら、けどこのまま放置しておいたら、この近くにいる小学校の登校している少年少女たちが狙われてしまう。だから武藤さん力を貸してっていうわけなんですよね。で、なんだろう、その SNS とかを上手に駆使して IP アドレスとかを取得して、小山田くんの方法としてはね、とかその Amazon の注文履歴とか何かしら情報を拾って、その人がどの地域に住んでる、何県のどの地域に住んでるのかとかまで割り出すことが得意なわけなんですよね。だからこの人が住んでいるこの辺の近くの小学校に多分通り魔としてなんか活動する可能性 が非常に高いって、で何日から何日の間に多分犯行を起こす可能性が高いっていうわけなんですよね。その捜査能力ってもっと別のこと使えよっていうふうに武藤さん思うわけなんですけど、でけどそれに正直小山田少年が言っている内容って今回は信頼性はあるのかって話なんですよね。まあ、言うなれば小山田少年も、まあ、犯罪者元犯罪者なわけなんですよね。でけど、まあ、このままもし仮に本当に犯罪が起こったとして目覚めが悪いなっていうふうに思いながら、陣内さんのお友達の永瀬さんっていう視力が弱い友人のところに遊びに行くわけなんですよね。この永瀬さんも前作のチルドレンに出てるらしいんですけど、で前作のチルドレンだと恋人がいたらしいんですけど、今回の話だと結婚してるわけなんですよね。でその永瀬さんからなんかいろんな、陣内はこういう音楽が好きでっていうクラシックの音楽とか聞くわけなんですよね。でとかジャズの音楽かな、でそのブラスバンドをなんかめちゃくちゃうまく弾いてる人の CD を聞いて、この人めちゃくちゃうまいですねって、この人目が見えないんだよって、え目が見えないのにって、こんなにすぐ、あすいません目が見えないって、あ全然いいよって、その永瀬さんは視力が弱いというかほぼ見えないわけなんですけど、その代わりに
聴覚とか嗅覚とか色とか触覚、自分の手の感覚とかねがすごい鋭敏で、目がなくても目が見えてる人と同じぐらい空間把握することができるわけなんですよね。だからあのよどみのない足取りで家の中をいろんなものを探したりとか CD とか探すこととかできるわけなんですよね。でこの、 あのジャズバンドのそのソロで弾いてるすごい演奏者はなんかあのトロンボーンとサックスとあともう一本なんか3本同時に演奏とかもできるんだよみたいな話とか聞いて、でへーって、で陣内さんもこういうの好きなんすねって、陣内は学生の頃からめちゃくちゃだったんだよみたいな話とかを聞くわけなんですよね。でなんならこの永瀬さんもその先日のチワワのチワワを連れて散歩していたおじいさんと会ってるわけなんですよね。で、あのおじいさんが言ってた人って永瀬さんだったんですねって、あ、そうなんだよ、陣内にこき使われててさって、その俺も盲導犬のパーカーっていうのを飼ってるから、その犬連れてるやつがその現場に行った方がじいさんも同じ犬を飼ってる者同士心を開いて何かいろいろ話してくれるかもしれないだろう、だから俺が行くよりあの永瀬をあの連れてった方が早いと思って永瀬連れてったんだっていうふうに陣内さん後で言ってたわけなんですよね。で、あのそういうエピソードがありつつもこれ関係あるのっていうふうに思ったらね、関係あるんですよね。やっぱ伊坂幸太郎さんはえそこ繋がってたんだみたいな、後半で怒涛の伏線回収ラッシュが来るのがね非常に面白いんですよね。その東野圭吾さんの小説とも似たようなもんなんですけど、で話は、まあ、永瀬さんと奥さんとのお家にお邪魔したというからまた数日経つんですけど、今度はその車のひき逃げというか人を敷いてしまったあの田中少年の友人に話を聞くわけなんです。友人というと田中少年は人のひき逃げをしてしまったけど、その10年前に自分の友人が目の前でひき逃げの事故に遭ってしまったわけなんですよね。で3人中生き残ってるのは2人じゃないですか。生き残ってるって言い方悪いんですけど、で田中少年ともう一人そうじゃない方、守君って言うんですけど、その守君の話を聞きに行くんですよね。で守君は最近田中少年と連絡取ってるっていうふうに聞いて、あの陣内さんと武藤さん聞くわけなんですけど、いやもう連絡取ってないですね、連絡先も知らないですねって、小学生の頃とか年賀状交換してたりとかずっと3人で一緒だったんですけど、もうあの事件以降だんだんと疎遠になってきて、だってあいつの顔見ると死んでしまった友人のことを思い出すんですよ。だからもうあのすっかり連絡は取ってないですねって。で高校球児だったんですけどキャッチャーをしてて、で甲子園をかけた重要な決勝戦であのボールをパスボールしちゃって、俺キャッチャーだったんですけど後ろに反らしてしまってそのせいで負けちゃったんですよねみたいな、そういうような話とかをいろいろするわけなんですよね。で守るって名前だったのにあのボールを取れなかったのかって、そんな話はもう何回も聞きましたみたいな、何回も他の人に言われましたみたいな、そういうような話とかするわけなんですよね。でその田中少年の友達は、守君は学生をしながら駐車場のバイトで日銭を稼いでるわけなんですよね。でその守君は陣内さんのことを覚えてるわけなんですよ。あなた家庭裁判所のあの性格のあの性格のぶっ飛んだ人ですよねって、覚えてますよって、え俺はお前のこと覚えてねえよって、その陣内さんはこの守君と田中少年の友人を、当時19歳の少年が引き逃げしたわけなんというか引き殺したわけですよね。でその引き殺したあの19歳の少年が若林少年って言うんですけど、田中少年とか、守君の10歳年上なんですよね。だから今29歳ぐらいのはずなんですけど、その若林少年の裁判官というか、弁護士をしていた人なんですよね、陣内さんは。だからその守君からしたら自分の友人を殺した悪人を守っている極悪人っていう風に陣内さんを見えていたわけなんですよね。僕たちの友人を返してよっていう風に守君と田中少年は詰め寄っていたわけなんですけど、ああ帰らないか、あの悪いけど死んだ命は帰らないんだって、であのなんか非常なこととか言ってたわけなんですよ。取り付く島もなかったわけなんですよ。覚えてるよって、あの時ひどいこと言っていた人だって、あの守君に恨まれてるわけなんですよね。で死んでしまったらもう何も残らないんだよって、あの僕たちで
3人で会話して話題になっていた好きな漫画だって続きが読めないんだよって、だったら陣内さんがあの漫画だってどうせ打ち切りになるよって、大した漫画じゃねえよみたいな風に言ったわけなんですよね。なんでそんなひどいこと言うんだっていう風になっていたわけなんですけど、事実その漫画打ち切りになっていたわけなんですよね。で、あの、まあ、あの話、あの漫画の件は陣内さんの言う通りだったよって守君が言うわけなんですよね。それからいろいろ話を聞くわけなんですけど、あの田中少年はあの当時自分の友達を引き殺したあの若林少年のことを恨んでると思うかって、そんなの僕には分からないですよって言われるわけなんですよね。でその漫画家のサイン会とかが後日あったわけなんですけど、打ち切りになったっていう話を聞いて、守君とあの田中少年それぞれ個別でそのサイン会に並んだわけなんですよね。で漫画打ち切りになったけど続き書いてくださいよって、あの嘆願しに行ったわけなんですよね。自分の友人の供養のためにね、中途半端な形で打ち切りになってしまってって。ただそこであの田中少年の方が先にサイン会の列に並んでて、守君は田中少年が並んでること知らなかったんですけど、田中少年が漫画家につかみかかって、あのお願いだよって、俺の友人がって言ってたら、その騒動のせいでサイン会が中止になってしまって、守君はあの自分の亡くなった友人のために漫画描いてくれよっていうふうにお願いできなかったわけなんですけど、まあ、そういうような話とかがいろいろつまびらかになるというか明らかになるわけなんですよね。で、あの武藤さんは、陣内さんに対して、最近永瀬さんのうちにお世話になって陣内さんのいろんな過去の話聞きましたよって。で、永瀬はなんかサービス精神豊富だからちょっと話持ったりするから真に受けんなよって言うわけなんですよね。そんな中、小山田少年がちょっと犯行予告また見つけましたよって、陣内あの武藤さんって、これマジでやばいっす、この人絶対犯行する、あの結婚するんで、マジであのこの辺に見張っといてもらえないですかって、警察呼んだらいいじゃん、警察になんて説明するんですか、その違法で住所を特定して犯行予告を見つけましたっていう風に言って、だったら僕が捕まっちゃうじゃないですか、てか僕は今保護観察処分中なんですよ、口が曲がっても口が裂けても、そのなんか犯行予告見つけましたって、違法な方法で犯行予告見つけましたなんて言えないじゃないですかって、おいおいそんな危ない橋を渡らされる俺の気持ちにもなってみろっていうふうに武藤さん思うわけなんですけど、陣内さんに相談したら、じゃあ俺たちでその場所にパトロールしに行ったらいいじゃないかって言うわけなんですよね。どうしてこんなことにって武藤さんは言いながら、2人で朝その近隣の小学校の、なんか、旗を振る役というか、横断歩道でね、立って、少年少女たちに、おはようっていう風に言って、なんか横断歩道を渡ってもらったりとかしてるわけなんですよね。だったら、その小学生たち、小学生の男子たちが、おはようございます、おじさんっていう風に言いながら、横断歩道を渡っていったら、その後ろから、明らかに目がギランギランで、完全に目が決まっている、包丁持ったおっさんが歩いてくるわけなんですよね。おいおいマジかマジかマジかってなるわけなんですよね。で少年たちはそのおっさん見て完全に固まってるわけなんですよ。おいガキども危ねえ下がれさっさと行けって言うわけなんですよね。で陣内さんは近くのほかほか弁当っていうぬくもり弁当だったかなっていう弁当屋さんのその広告の旗があるじゃないですか。お店のその道路に面したところとかに、なんか風でなびくその旗の棒を掴んで、それをなんだろうさすまたみたいに構えるわけなんですよね。で武藤さんも急いでその旗を取って2対1の構図でその包丁振り回すおっさんをえいえいえいっていう風についてぶっ倒して押さえるわけなんですよね。で2人で体を取り押さえてるわけなんですけど、両手両足が塞がってるからもうこれ以上動けないわけなんですよね。おい子供たち学校に行って先生に事情を話してきて警察を呼べっていう風に言ってくれって、じゃないと携帯を取り出そうものなら拘束が自由になってこのおっさんが暴れ出してしまうかもしれないからね、というか暴れてるのをようよう抑えてるわけなんですよね。で陣内さんは、なあさおっさん、どうせこうやってテロみたいな人を傷つけることするならさ、痛いけな悪いこと何にもしてない少年少女とか子供とか老人とかじゃなくて政治家とかはもっと巨悪と戦ってくれないかって言うわけなんですけど、っていう風におっさん言ってるわけなんですよね。で、まあ、やっぱり
こういうテロリストとか知ってるわけなんですよ。あのテロとかって頭悪いじゃないですか。あの例えばその海外とかで、バンクシーじゃないな、なんか美術館の絵にトマトスープを投げるみたいな、そういう団体とかありますよね。 SDGs を唱えるんだみたいな。なんで政治家はその絵画とかを保護するのに税金使ってるんだ、それよりも地球環境を守ることの方が大事だろっていうメッセージで絵画にトマトを投げつける人とか、なんか昔5年ぐらい前かなニュースとかで流れたじゃないですか。ただそれってそういうことをしたら絵画をとか僕も含めて無関係な人とかもう不快になるじゃないですか。もっと別の方法はあるじゃないって。そのなんかもう世界に誇るその文化を象徴するような絵画とかを傷つけたところで、 SDGs を推進しようというふうにならないじゃないですか。むしろその団体を支援したらこっちもやばいやつっていうふうに思われてしまうから、むしろ支援者は減っていくはずなのに、どうしてそういうことするのって話じゃないですか。で世の中の無敵の人とかも、あのなんだろうね、その自分がその政治家とかに戦うと立ち向かっても、自分が政党を立ち上げるだったりとか、自分がビジネスをしていろんな自分のように恵まれなかった人たちを救うっていうふうな、めんどくさいじゃないですか。だから無関係で無実なあのなんか力の弱い人たちに対して通り魔的な殺人を行って、であの死んでいく、死刑になるみたいな人とかって、結局なんだろうね、自分の嫌なことから逃げ続けてから自分より弱い人にしか刃を向けることができないっていう残念な人なんだなっていうのを改めてちょっと感じたところだったんですけど、まあ、警察が来てそのおっさん逮捕されて、陣内さんと武藤さんは新聞に載るわけなんですよね。そして家庭裁判所に陣内さんたちがかつて助けた少年少女たちが、ね、陣内さん新聞見たよってニヤニヤしながら来るわけなんですよね。いやちょっと近く通りかかったし新聞見たから、ちょっと久しぶりに陣内さんにの顔見たくなってさって言うわけなんですよね。お前ら俺は忙しいんだよみたいな風に陣内さん言うわけなんですけど、なんかその陣内さんに助けられた少年少女たちって、まあ家庭環境が恵まれなかったりとか何か闇を抱えてるはずなのに、みんな楽しそうなんですよね、陣内さんと関わった人たちはね。やっぱこの人ってなんかそういう不思議な魅力あるんだよなっていうふうに武藤さん思うわけなんですけど、だったらその陣内さんに声をかけたい、かつて陣内さんに助けてもらった20代後半の青年が家庭裁判所の近くうろうろしてるわけなんですよね。で木更津アンナさんと武藤さんが、君も陣内さんに用があるのって聞くわけなんですよ。はい、その青年は若林青年って言うわけなんですよね。でその噂をすればの陣内さんなんですけど、家庭裁判その、あの職場に入る前のだからあれか裁判所に入る前の、あの金属探知機のゲートでなんか何かが引っかかってポケットの中とか全部ひっくり返して、あの警備員さんを困らせて陣内さんが見えるわけなんですよね。なんかあの人相変わらずだなっていうふうにみんな苦笑いするわけなんですけど、その若林青年の話を陣内さんと合流して話を聞いていくと、お噂をすればじゃねえかっていうふうに陣内さん言うわけなんですよね。えどういうことですか、武藤さんが聞くと、こいつは若林って言うんだけど、こいつが10年前田中少年の友人を引き殺したやつだよって、もうちょっとオブラートの言い方をするわけなんですけど、その10年前田中少年が被害に遭ったその事故を起こした本人だよって言うわけなんですよね。でその目の前にいる若林青年は、なんだろうな、そのゴリゴリのヤンキーとかってわけじゃなく、まあ生まれつき目つきの悪い顔立ちをしているけど、なんかおとなしそうな普通の青年なわけなんですよね。で彼はなんか家庭環境が悪くて、親が父親が DV を振るうようなタイプで家にいたくなかったわけなんですよね、親が叫びたりでね。で、まあ、目つきが悪かったから中学校入った当初からヤンキーの先輩たちに目をつけられていて、そういうグループとかにも入って、で家にも帰りたくないからやんちゃしてっていう風になっていて、家に帰りたくないからその、まあ、車を乗り回して朝の街をうとうとしながら運転してたら、その時に運転を間違えてというかぼーっとしてて少年を引いてしまったわけなんですよね。でそれってなんつったらいいのかな、その武藤さんからしたら田中少年の話とか守君の話とかを聞いてて、引き殺した10年前に引き殺した人って無免許で車を乗り回していた、とんでもない頭のいかれた人の気持ちを何とも思ってないようなゴミ人間なんだ、死刑になるべきなんだっていう風な、そういう人間を勝手に作り上げていたけど、実際目の前にいた若林少年はずっとその過去のことを悔やんでるし、なんならいい子なんですよね。ただ家庭環境が悪くてその現実から逃げたくて、逃げる方法の一つが
あの車を運転することだった、もちろん無免許運転は良くないけどね、けど家に帰りたくないなっていうふうに逃げていたところを引いちゃったのに、それって僕たちも同じような人生歩んでたら同じようなことしてなかったかって話なんですよね。まあ、もちろんだからといって人を殺すことが正当化されていいわけにはないけど、なんか釈然としないというか、その世の中にはもちろん僕のヒーローアカデミアのオールフォーワンみたいな、その世界を壊したいみたいな巨悪はその どうしようもないような人間もいますよ。ただ大抵の犯罪者っていうのはその人間の愚かさが招いた結果であって、あのどんな聖人君子だって、例えば僕だって、僕は別に聖人君子ではないけど、そのもうお腹が減って飢餓状態で死にそうになってたら他の人を殺してでもパンを食べますよ、他の人を殺してパンを奪ったりしますよみたいな風に、やっぱみんな余裕がなくなってくると結果的に物を盗んだりとか犯罪行為とかしちゃうわけなんですよね。だから犯罪が増えるのは悪人が増えたというよりもその社会のシステムがに不備が多いっていうことが往々にしてあるわけなんですよね。っていうのをあの武藤さんは直面するわけなんですよね。でそういう話とかを聞いて、若林青年と陣内さんと武藤さんの3人で居酒屋とかでご飯食べてたわけなんですよね。そういう過去があったのかって。で若林青年はその当然少年院から出所して気持ちを切り替えて、あ気持ちを切り替えてというか、もう何をしてもそのもちろん奪われた命が失われた命が取り返されることはないけど、自分は資格を取得して消防士の試験とかを受けてるらしいんですよね。けどその後で自分は少年犯罪をしました、人を殺しましたっていうのが職場にバレるよりも、最初から自分はこういうことをしました、それでも自分のこと雇ってもらえますかっていうふうに面接で言ってるわけなんですよね。そんなことそんなことしなくていいのにっていうふうに思うかもしれないけど、ただ本人としてはやっぱり少しでも贖罪の気持ちがあって償いたい気持ちがあって、そういう不器用な生き方をしてるわけなんですよね。そんな中じゃあ帰るかっていうふうになった時に、居酒屋の帰り道に他の居酒屋にいた別のお兄ちゃんたちがあの明らかに飲酒運転をしてコインパーキングに向かってるわけなんですよね。おいあの兄ちゃんたちさっき酒飲んでたよなって、で陣内さんがあっていうふうに言ったら、若林青年がスタスタと歩いてて、あの飲酒運転はやめた方がいいですよって言うわけなんですよね。あなんだ飲酒運転なんてしてねえよ、酒臭い息を浴びせてくるわけなんですよ。おいおいちょっと待て待てっていうふうに武藤さんたちは駆け寄るわけなんですけど、あの本当に事故を起こしてからだと取り返しがつかないんだって若林青年は言うわけなんですよね。うっせえな酒なんて飲んでねえんだよ、関係ねえから引っ込んだよって言うわけなんですよね。でけどそれでも若林青年は食い下がってくるから、もうやるかっていうふうにゾロゾロと体格のいいお兄さんたちが 4,5 人出てくるわけなんですよね。だったら陣内さんがおいおいお前らの気持ちわかるか、一旦拳を押さえろ、じゃないとこれをこの唐揚げをお前らの車のガラスにぶつけるぞって陣内さん言うわけなんですよね。なんで唐揚げあるのって話なんですけど、居酒屋であの鶏の唐揚げを陣内さんをあのなんか落とすわけなんですよね。なんか唐揚げに箸を一本ぶっ刺して、そのオーケストラのその永瀬さんの家でしたあのアーティストはジャズアーティストはこういうところが良くてみたいな風に指揮者の指揮棒を振るみたいに唐揚げの刺さった箸を振るわけなんですよ。めちゃくちゃ行儀悪いですよね。でその唐揚げを床に落としてしまうわけなんですけど、その唐揚げをおしぼりに包んでポッケに入れてたらしいんですよね。切ったねっていうふうに思うんですけど、その洗ったらまだ食えるじゃないかって陣内さん言ってたわけなんですけど、でなんでそんなもの持ってるんですかって後で武藤さんは陣内さんに言うわけなんですけど、その話はともかく唐揚げ出すわけなんですよね。はその唐揚げがどうしたって、ネットでお前調べてみろ、唐揚げを車のガラスにぶつけると唐揚げの油によってガラスが劣化してちょっとした衝撃で砕けるようになるんだぞって、でそれでお前の車のガラスが弁償になったりとか、あの運転中にそのガラスが破損してお前が交通事故を起こすかもしれない、これガチだからネットで調べてみろって言うわけなんですよね。ネットで調べたら本当にいろんなサイトとかブログとかで唐揚げの油はフロントガラスに当たるととんでもないことになるみたいな風に書いてるわけなんですよね。えやめてくれ、唐揚げをぶつけるのやめてくれっていう風に青年たちは言うわけなんですよね。だったらあの俺たちが代行を呼んでやるって、代行代は俺が払ってやるって、だからお前らはそれで帰れって言うわけなんですよね。で事なきを得るわけなんですけど、あの小山田少年、そのネットで恐喝とかをしていた小山田少年が、まあ、趣味であのなんかあのなんかネットの情報操作とかもしてるわけなんですよね。何者なのって話なんですけど、
例えば僕ブログとか YouTube とか副業でいろいろやってるから SEO というサーチエンジンオーガナイゼーションという検索エンジン最適化っていうネットのシステムとか少し詳しいというか理解してるつもりなんですけど、ネットの情報って玉石混交じゃないですか。で、なんて言ったらいいのかな、 Google っていうのはその Google の機能を より多くの人たちに使ってほしいから、よりキーワードを調べた時により精密性とか信頼性の高い情報を一番上のページに出てくるようになんかランキング付けというかイストリーゲームを常に Google の AI の、 クロールっていうロボットがいろんなサイトを巡回して、このサイトは信頼性高いな、このサイトは信頼性低いなみたいな風に入れ替えてるわけなんですよね。でその入れ替える要素として根拠が正しいかどうかとか、他の人たちがこのリンクを、そのサイトのリンクを紹介してるかどうかとかっていうのが重要な要素なわけなんですけど、小山田少年はその方法を逆手にとって、そのたくさんリンクを、このサイトのリンクを他のサイトにつけるっていうふうに Google の AI を騙すことによって偽情報を Google の検索エンジンの上位に設定してるわけなんですよね。で小山田少年と陣内さんはいくつか取引をなんかこっそりしてたわけなんですけど、それこそ小山田少年の言う通り通学路で見張るから代わりにお前俺の言うこと聞けよっていうふうに陣内さんが言ってたわけなんですよね。そのおかげで小山田少年の言う通りナイフを振り回していたおっさんを捕まえることができたし、その取引として陣内さんは唐揚げがフロントガラスにべちゃってくっつくとフロントガラスが変形して壊れやすくなるみたいな情報をネット上にデマ情報として残していたわけなんですよね。いやー何その解決策っていうふうに思うんですけど、賢いのかバカなのか分かんねえよみたいな、効率悪くねみたいなやり方なんですけど、何にせよ結果的には場をいさめることができたわけなんですよね。でそれから若林青年と別れて田中少年と陣内さんは直接話をするわけなんですよね。これまで武藤さんが田中少年に話を聞きに行って、なんで君は今回の事故を起こしたんだいって、おっさんを引いてしまったんだいって、無免許で昔自分の友人が無免許運転者に対して引かれてしまったよねって、それと同じようなことをなぜ君は無免許で人を引いてしまったんだいって聞いても、はいはいはいとしか、何を言ってもはいとしか答えなかったわけなんですよね。ただ陣内さんが話をするわけなんですけど、なあ田中少年、君は復讐をしたかったんだろうって言うわけなんですよね。ビクってなるわけなんですよ。10年前友人を殺した若林青年を殺すためにお前は車を運転したんだろうって、ただお前犬のこと警察には言ったのかって言うわけなんですよね。ビク、なんでそのこと、どういうことですか陣内さん。そう、田中少年は10年前若林青年によって自分の友達が引き殺されたわけなんですよね。で人を引き殺したやつは同様の報いを受けるべきだ、だから引き殺されて文句言えねえだろって田中少年はずっと思ってたわけなんですよね。そして田中少年は若林青年の生活パターンをストーキングというか追跡して、朝この時間にこの場所を通るっていうふうに知ってたわけなんですよね。だから引き殺そうとしていたわけなんですけど、ただチワワを飼ってるおじいさんなんですけど、そのチワワがバッっていうふうに道路に飛び出してきて、そのチワワを避けて若林青年じゃなくてその辺にいたおっさんを引いてしまったわけなんですよね。でいやそのおじいさんも言えやった話なんですけど、後で分かるんですけど、おじいさんは視覚になっていって人を田中少年が知ったことを見えなかったわけなんですよね。でそれに対して田中少年は大事な人が奪われたんだって、やり返して何が悪いんですかって言うわけなんですよね。でおじいさんから後日話も聞きに行くわけなんですけど、 やはり少年はその新聞とかで見てひょっとして人を殺したんじゃないのかって、わしも出頭しようか迷ったんじゃって、ただ少年が全てを言うことによってわしの方にも警察の話が来るかなっていうふうに思っとったんじゃって、そのおじいさんはその事故現場で呆然としていたわけなんですけど、チワワをすぐに引き戻したわけなんですけどね、田中少年が車から出てきて警察が来るので早く去った方がいいですよって、ここは僕に任せてくださいって言ったわけなんですよね。そうなのかって、いや早くしてください、早く逃げてくださいって、逃げて早く去ってくださいって、邪魔ですって言ったわけなんですよね。まるで田中少年は
そうなんだろうな、彼の心境としてはやっぱり人を殺すの良くないなっていうふうに思って踏みとどまろうとしていたわけなんですけど、チワワが来てハンドル操作を見誤ったわけなんですよね。でおじいさんからしたら人を知ってると思わなかったし、そんな話があったら警察経由でこっちに話が来るだろうと思っていたけど、田中少年は口をつぐんでいておじいさんの罪をかぶったわけなんですよね。まるで自分悪い、捕まるのは自分だけでいいっていうふうに田中少年は、少しでも自分のような目に遭う人は減った方がいいっていうふうに思って、おじいさんのことを警察にも陣内さんたちもこれまで言わなかったわけなんですよね。ただ実際にはその昔田中少年の友人の命を奪った若林青年っていうのは家庭環境に恵まれず現実から逃げていた末にたまたま人を敷いてしまった善人なわけなんですよね。根はいい子なんですよね。でそので若林青年は少年法に守られているから、あの経歴に傷はついてないわけなんですよ。ただ若林青年は自分から昔人を跳ねましたっていうふうに面接とかで言うから落とされているだけなんですけど、その一方で田中少年はその自分の友達が殺されたから、その復讐で復讐をしようとしてたまたま全く違う人を殺してしまった。で、あの経歴上は犯罪者前科持ちになるわけなんですよね。果たしてそんな、そのなんだろうな、どっちが悪いんだろう、どっちが正しいんだろうっていうふうに武藤さん悩むわけなんですよね。どっちにもどっちにも言い分というか情状酌量の余地があるというか正義があるじゃないですか。あの若林青年は逃げたかった、そして田中少年は復讐をしたかった、あの悪いことした人にはそれ相応の報いが下るべきだろうって。さあ難しいところなんですけど、そんな中若林青年と陣内さんと武藤さんと3人でご飯をまた食べていたわけなんですよね。そこで若林青年はその陣内さん、あの田中少年の話とか、あの19歳のひき逃げ、あの人を敷いた事件って僕が10年前敷いた少年の友達ですよねって、であの少年は僕のことを引き殺そうとしたんですよね、復讐をしようとしたんですよねって、あの時僕が死んでたらよかったんですよねっていうふうに武藤さんに言うわけなんですよね。いやそんなことないよって、そのあの事故っていうのはそのチワワが飛び出してきてなくても、仮にチワワが飛び出してきていても安全運転を心がけていたり徐行運転をしていたらそもそも事故なんて起こらなかったし、それに百歩譲って人を殺されたからといって自分が人を殺していい理由にはならないって、だから君は罪の意識を感じる必要はないんだよっていうふうに武藤さんは言うわけなんですけど、若林青年は酔いつぶれるわけなんですよね。で仕方がねえなーっていうふうに陣内さんが、あの陣内さんと武藤さんが担いで永瀬さんの家に行くわけなんですよね。迷惑じゃんって、永瀬さんが迷惑じゃんって話なんですけど、もともと陣内さんは永瀬さんの家に遊びに行く予定だったけど、その武藤さんからレスキューのヘルプのメッセージが来て居酒屋に合流して、そして悪いな永瀬って、永瀬さんと奥さんとあの5人であの永瀬さんのお家でご飯を食べるわけなんですよね。ただ若林青年はもうあの意識が朦朧としてるわけなんですけど、いやーなんか暑いなーって、酔い覚ましにアイスでも買いに行くかって、というかおい永瀬アイスってなんか執事に物を頼むかのように言うわけなんですけど、ねえよって、ないのかよって、いやその言い方ないだろっていう風に、あの人ん家に来ておいておいアイスくれ、アイスねえのかよって、どんだけ失礼なやつなんだってあの武藤さん陣内さんに対して思うわけなんですけど、じゃあ近所のスーパーまだ空いてるだろう、買いに行こうぜっていうふうに奥さんを除いた陣内さんと永瀬さんと武藤さんと若林青年で行くわけなんですよね。でそのそれまでの間に永瀬さんのいろんな話とか聞くわけなんですよ。永瀬さんはその弱視だから盲導犬を連れてるわけなんですけど、それによってその犬がパーカーって言うんですけど、パーカーに誰かいたずら子供とかあの蹴ってきたりとかいたずらしたりとか、それになんか弱視のその永瀬さんを煙たがったりとかする人とかもいるわけなんですよね。で電車に乗っていた時に、おいなんで犬乗せてんだよ、犬の匂いとか毛がこっちに飛んでくるじゃないかっていうふうにおっさんが注意してきたわけなんですよね。ただ電車の中に乗っていた他のおばさんが、あら盲導犬じゃないの、
仕方がないのよって、電車の中に盲導犬連れて行っていいっていうことをあなたはご存知じゃないのみたいな風におっさんとおばさんが口論するわけなんですよね。で、中瀬さんは、いや、その、すいませんって、僕のことでそんなに怒らなくてもっていう風になるわけなんですけど、二人がヒートアップして、正直中瀬さんは自分の降りる駅で降りるのもなんか忍ばれるような状況になったんですよね。ただすいません僕も降りますっていう風に降りたわけなんですよね。だったらおっさんがついてきたのが感覚でわかるんですよね。聴覚とかその人の歩き方とかね、鼻息とかね、どうやら怒ってると。その電車の中でいたたまれなくなっておっさんはその電車から逃げてったっていうのもあるし、目が見えないんだったらこいつになんか嫌がらせしてやろうっていう風な気配を感じ取ったんでしょうね。エレベーターの近くで長瀬さん振り返って、何か用ですかってビクッっておっさんになるわけなんですよ。お前見えてるのか。いえ見えてないですけど、代わりに他の感覚が鋭敏なんでそのついてきてるの分かるんですよって。であと僕その目が見えないんで、一応護身術とか自分の身を守るために習ってるんですよ。だからあまりそういうことしない方がいいですよって言うわけなんですよね。その目が見えないから例えば突き飛ばしても顔が見えないから大丈夫だろとか思ってたんでしょうね。おっさんがふざけんなよって来るわけなんですけど、そのおっさんを合気道かなんかでパンっていう風に床に転がすわけなんですよね。でそういうやり取りを何回かしてて、くっせーっていう風におっさんはその場を立ち去っていくわけなんですよね。っていうこととかもあって、やっぱり目が見え、パーカーとかそのチルドレンっていう前の小説の方だと中瀬さんは別の盲導犬を飼ってたらしいんですけど、その盲導犬死んじゃったらしいんですよね。あ、死んじゃってないのか死んじゃってないって日本語おかしいね。まだ死んでなかったのか。ただもう年取ってるからその実家の方で老犬として暮らしてるらしいんですよね。で今はこのパーカーが代わりに自分の目の代わりになってくれてるらしいんですけど、っていう風に何つったらいいのかな、いろいろ目が見えないなりの苦労とか独自の人生を歩んでるねって、そういうような経験はしたことあるねっていう風に言うわけなんですよね。でまたブラスバンドのアーティストの話になるわけなんですけど、その目が見えないミュージシャンと他のバンドのメンバーが喧嘩するときに、他のメンバーはそのよしやるかっていう風になったときに、そのカーテンを閉めるというか家の窓遮光カーテンを下ろすらしいんですよね。部屋を真っ暗な状態にするらしいんですよね。っていうのも 目が見えないやつへの配慮として、こっちも目が見えない状態にしてやるっていう風にフェアプレーの精神で臨むらしいんですけど、長瀬さんと陣内さんがそういう話をしてて、けどそれってさっきの長瀬さんの話を聞いてそうだよ、目が見えないけど目が見える人と同じぐらい空間が把握できるから、相手が視覚を遮断したらこっちが勝っちゃうよねっていうふうに長瀬さん言うわけなんですよね。っていう話をしながら、そのアーティストも結局目が見える方はブラインドをしたらボコボコにされたらしいんですよね。で話をしながらスーパーに向かって行ったら、車がブーンっていうふうに反対方向から通り過ぎて行ったんですけど、なんかピタッっていうふうに急に道路で停止して急速にバックして歩道の方に乗り上げてくるわけなんですよね。その陣内さんとか武藤さんとか長瀬さんとか若林青年の方にボーンっていう風に乗り上げてきたわけなんですよ。うわ危なって、よけろよけろってなるわけなんですけど、で車がバーンっていう風に乗り上げて車が急停止するわけなんですよね。でおい大丈夫かっていう風に陣内さんが行くわけなんですけど、その急停止あまりにもすごい速度で来て、近くを取り掛かっていたサラリーマンがはぁっていう風になって驚きすぎて失神して気を失うわけなんですよね。この人息してないですよって、若林青年がその レスキュー隊員になりたい、消防士になりたいっていう夢があったから、その時に培ってきた勉強してきた知識とか経験で心臓マッサージとかするわけなんですよね。で陣内さんがその運転席に駆け寄るわけなんですけど、そこからおっさんが出てくるわけなんですよね。包丁を持って長瀬さんが、みんな逃げろ、この人は俺が狙いだって、やっと見つけた、これ、あの時のさっき長瀬さんから聞いたその満員電車の時に遭遇したおっさんじゃないかって、やばい、武藤さんが危ないって長瀬さんとおっさんとの間に入り込む。おっさんのナイフが武藤さんの腹に刺さる。うっ、おっさんは長瀬さんにずっと復讐したいと思っていたみたいなんですよね。あれからというものを毎日乗る満員電車で、うわあの時のダサいおっさんだよっていうふうに周りに見られるわけなんですよね。だから仕方なく車で運転するようになりましたと。その車の交通渋滞にもさらされるし、そしてガソリン代だってバカにならないと。
こんな面倒な羽目になったのは絶対あの目が見えない男が俺のことがいたからだった、あいつがいたから俺はこんな目に遭うんだっていう風になるわけなんですよね。それ完全逆恨みじゃん、お前がやっかみというか犬がいたら毛とか匂いが移るだろうっていう風に言ってたあのおっさんの器が小さいのが原因なのに、ずっと街の中であの男はいないか永瀬はいないかっていう風にな、生ハゲみたいですね、泣く子はいねえかみたいな風に永瀬はいねえかっていう風に包丁を持ったまま車を運転してついに見つけたわけなんですよね。暗い夜道でよく見つけたなって話なんですけど、ずっと復讐したかったわけなんですよね。で若林少年はそのサラリーマンの心臓マッサージを完成さ、あの終わらせた後救急車を呼んで、そしておっさん破壊締めにするわけなんですよね。人を傷つけたら取り返しがつかなくなるんですよって、もう武藤さんの腹を刺しちゃってるわけなんですよね。で武藤さんは倒れて視界が明徹してどんどんまぶたが落ちてくるわけなんですよ。ああこれやばいって。そんな中陣内さんはそのおっさんの運転してた車のライトを消すわけなんですよね。田舎だからもう真っ暗闇になるわけなんですよね。そこであのアーティストのシャッターを下ろす話がおあのを陣内さんが言うわけなんですよ。暗闇になったら永瀬さんが目が見えない方が勝つよっていうふうに言って、そこで武藤さんの意識が途切れるわけなんですよね。そう、なんかまさかのそんなところが伏線つながってくるのって話なんですけど、武藤さんが目をあの覚ますと病院着を着ていて、そして病院のベッドに横たわっていたわけなんですよね。あ、目が覚めたって。あれ、アンナさん、武藤さん、あなた3日も寝てたのよって。3日もって。で奥さんと子供たちがお見舞いに来てくれたりとかするわけなんですよね。当然武藤さんはそのなんだろう、この状況だから働けないからその仕事とかアンナさんとかに回ってくるわけなんですけど、まあ今回貸しってこと、今回仕方ないわって、私もお腹刺されたらあなたが代わりに私の仕事やってねって、そういうような軽口とか言うわけなんですよね。であの事件の顛末なんですけど、永瀬さんがおっさんをぶっ飛ばして警察を呼んで警察でお手柄逮捕したわけなんですよね。で陣内さんの名前とかもシンプルにバーンっていうふうに出るわけなんですよね。で小山田少年も見舞いに来てくれるわけなんですよ。みかんを持ってきて、であのまあ結構量がある上に自分で剥けるし、あのなんか美味しいっていう、そういうような合理的な果物を持ってきてくれたわけなんですけど、小山田少年があのまたネットで犯罪を起こすかもしれない怪しい人を見つけたわけなんですよね。って話を武藤さんに言うわけなんですけど、ただこのテロを起こそうとしていた人って、その19歳の田中少年が殺あの間違って引き殺したおっさんなんだよねって、もうこの世にはいないんだよって。何って。でちょっと今後ろでお米が炊けたわけなんですけど、その事実を小山田少年から聞いた話を武藤さんは田中少年に言うべきかどうか迷うわけなんですよね。田中少年はずっとその自分があの人を殺してしまったと、まあ、車の操作ミスというかチワワが飛び出してきて人を殺してしまったと、その罪は一生償えるものではないっていうふうに思っていたわけなんですよね。ただ実はこうこうこういう理由で大量殺人を起こそうとしていたおっさんを君は未然に防いだんだよって、たまたま殺してしまったけどって言うべきなのかって、ただそれって根拠ないよなって。根拠あるけど、たまたま殺人してしまった人を調べたらその死んだ人が犯罪者予備軍だっただけであって、普通に人を敷くことって悪いことだよなって。だからそれって田中少年にあなたは悪くないっていうことによって、武藤さんは自分を救おうとしてる、結局自分を守ろうとしてるだけだったんじゃないのかっていうふうに、これは言わない方がいいなっていうふうに陣内さんと相談した結果、やっぱそう思うわけなんですよね。そうで、そんな中武藤さんはまあ退院して若林青年と陣内さんと一緒に居酒屋でご飯食べに行くわけなんですよね。若林青年はあのまた面接、多分面接行ったんですけど、でスーツ帰りなんですよね。スーツ姿なんですよね。また多分失敗しましたって。なんでだって、あの経歴のこと話したんです、人を知ったっていう話、なんでそれ言うんだよって陣内さんに言われるわけなんですけど、それもやっぱり後で明らかになるように先に言っておいた方が気が楽なんですよねって。でいろいろ雑談していく中で、ねえ陣内さん、武藤さん、あのなんでなたたちはそうやって一生懸命に僕を
僕に構ってくれるんですかって、少年犯罪とかでいっぱいありますよねって、それこそ大山田少年とか田中少年とかいっぱい案件抱えてるはずなのに、なんでてか、その世の中にはもう人を殺したんだったらそいつは死刑にすべきだとか、情状酌量の余地はないっていうこととかたくさんあるじゃないですか。なんであなたたちはそうやって構ってくれるんですかって。だったら確かにもう紋切りで杓子定規で全員死刑にすればいいっていう意見もあるかもしれないけど、若林青年を指さして、生まれ育った環境で悪いことをたまたましてしまったお前みたいなやつもいるからだよって、お前みたいな善人もいるからだよって、だからそういう奴らがちゃんと社会復帰できるようにサポートするのが俺たちの仕事なんだよって陣内さんが言うわけなんですよね。でその先日の中瀬さんが倒したおっさんの時に、そのサラリーマンが倒れて心肺停止になった時の心臓マッサージをしておっさんを助けたわけですよね。でそのサラリーマンからすごい感謝されて、それはとても嬉しかったんですよねって若林さんに言うわけなんですよ。そんな時に、あの人から電話だっていうふうに、電話を取りに一旦席外しますねっていうふうに立つわけなんですよね。で陣内さんは、そのサラリーマンが実はどこどこの社長で君を雇いたいみたいなふうになったらいいんだけどなっていうふうに言いながら頬杖をついて、若林青年が居酒屋の外に出ていくところを見守るわけなんですよね。そしてもう一個、田中少年がその 19歳のね、守君とその若林青年に友達を殺されたあの田中青年が陣内さんの元を訪ねて、その陣内さん、あなた覚えててくれたんですねって言うわけなんですよね。で武藤さんは何の話っていうふうになるわけなんですけど、その10年前自分の友達が殺されて、そして殺したやつの弁護をしている陣内さんに対して、あなた血も涙もないのかっていうふうに言ってたわけなんですけど、で漫画家に対してもあの漫画どうせ打ち切りになるおもんねえしって言うわけなんですよね。でその後陣内さんはその漫画家にずっと会ってアプローチして、なあ亡くなった少年がいるんだって、その続きを見たかったらしいんだって、だから打ち切りになったけど、あんたが描きたかったラストを書いてくれねえかっていうふうに頼んでたわけなんですよね。それを10年前から言ってて、で2年ぐらい前、8年間アプローチし続けた結果、あの漫画家は泣く泣く、まあいいよって、今は漫画家辞めて普通に働いてるけど、あの趣味であの漫画のラストまで書いたんだよねって、その原案というか原稿みたいな冊子を陣内さんにくれたわけなんですよね、その漫画家がね。で陣内さんも、お前が全然書かねえから、あの時の嘆願していた少年はあの少年送りになったんだぞって、もうすぐで留置所に行くんだから漫画読めなくなるんだからさっさと書けよみたいな風に陣内さん言ってたわけなんですよね。で漫画家がせっかく書いた漫画をダメ出ししてる姿っていうのが、その木更津アンナさんが目撃していた、なんか陣内さんと陣内さんのお父さんかな、それとも大家さんかな、なんかおじいさんと話してたんだよねっていう、そういうカフェで目撃されたシーンだったわけなんですよね。そう、陣内さんは昔からその田中少年たちとの約束を忘れず、最後まで漫画見せてやるよっていう風に動いていたわけなんですよ。で田中少年はなんかこう、陣内さんってすごいなって思いましたって、尊敬はしてないけどって。で武藤さんもそれを聞いて、やっぱ陣内さんはなんか一本芯の通った人の約束、人情は重んじるみたいな、普段適当な言動とかズボラなところがあるけど、そのなんだろう、人の心を思いやる、そういう人間なんだっていうところで物語が終わるわけなんですよね。いやー、そのタイトルのサブマリンって潜水艦って意味じゃないですか、だったよね、間違ってた、教えて。このタイトルサブマリンってどういう意味っていうのがね、結局僕よく分かんなかったんですけど、ちょっとネットで調べてから喋ったらよかったんですけど、この動画ね、ちょっとご存知の方々はコメント欄で教えてください。何せよ人それぞれ悩みとか苦悩とかを抱えていて、人それぞれ辛い環境とかで戦ってるわけなんですよね。もちろん人を傷つけることとかって、どんな理由があれ人を傷つけることは正当されていいわけじゃないけど、ただ今回の若林青年とか田中少年のようにとか小山田少年だって、何かしら人の役に立ちたいとか、もともと人を傷つけたかった、極悪人になりたかったわけじゃないけど、少年犯罪を犯してしまったわけなんですよね、みたいな風に、まあちょっとそれはまあ同情できるよねとか、情状酌量の余地はあるよねみたいなこととかって世の中にたくさんあるから、世の中の全てが善か悪かじゃなくて、あの0か100かじゃなくて、例えば世界中で今も戦争とか起こってるわけだけど、イスラエル軍からしたらパレスチナ軍だって悪人に見えるし、あのロシア軍から見たらウクライナ軍は あの悪に見えるし、けどウクライナの国民からしたらあのウクライナの人たちっていうのはあのヒーローに見えるし、人の立場とかポジションとか見え方によってその人のやってる行動がいいか悪いかって決まるわけなんですよね。だから
そのなんか日本人男は全員こうだ、女は全員こうだとか、ヘテロセクシャル異性愛者は全員こうだ、 LGBT は全員こうだとか、外国人は全員こうだみたいな風に一緒くたにカテゴライズして決めること自体が愚かなんだなって。その世の中っていうのは複雑な事象で絡み合っていて、僕のヒーローアカデミアのアニメ6期のデク君がレディーナガンと戦う時にも、世の中っていうのは黒か白かじゃなくてグレーでできてるんだっていう風に言ってたのと同じように、そういう複雑な物事に対して目を背けないこと、考え続けること、悩み続けること、その答えのない問題に対して最善を探し続けること、人と歩み寄る姿勢を見せることっていうのが重要なのかなっていうふうに、そして当然人の命を奪ったことに対してはどれだけ償いをしたところでその命は返ってこないけど、だからといって自殺するとか諦めるっていうふうな逃げ方じゃなくて、その命を少しでもたくさんの人たちのために使うっていうふうに逃げないことがやっぱ人生において重要なのかなっていうのね。どういう道を選択してもその道を諦めないこととか放棄しないこと、まあ、間違ってたら引き返せばいいし別の道を開拓すればいいし、とにかく戦うことをやめないことっていうのが重要なのかなっていうのをね、このサブマリンという話から読み取ったんですけど、僕はそういうふうに解釈したんですけど、皆さんはどういうふうに思いますか？ぜひ皆さんの感想とか、このシーンが良かったとか、あの伏線が最高だったとか、コメント欄で教えていただければなって。僕はそのおっさんが車で突っ込んできた後、永瀬さんがその電気を消した、あの陣内さんが車の電気を消して真っ暗の中で、暗闇だったら僕の方がよく見えるっていう風に言ったところが、うおーっていう風に鳥肌立ちそうでしたね。鳥肌立ってないのか、ないのかいって話なんですけど、あの辺がゾクッとしました。いやーすごい満足度の高いような作品でしたね。また伊坂幸太郎さんの他の作品とか読んだらマインドマップにまとめて喋りたいなっていう風に思います。ということで今回は以上、バイバイ。